ブルガリアのビアン・パパノバ選手です。宮島さん、はい、宮城ですけれども、先ほどウォームアップを見てましたら、パノバ選手、昨日よりはずっとリラックスしているようでしたけれども、隣で練習していたイグナトバ選手がファンの声援に応えて手を振っているのを横目で見ながら、黙々と練習していても、今日は欠けてるなという感じがしました。そうですか。個人総合でもこのボールで10点を出しているだけに、イグナトバの優勝を阻むとすれば、このパノバ選手かもしれません。さあ2つ目の10点、このボールで出すことができますでしょうか。ギターの曲でオリジナルジプシーのメロディーです。2回転高級難度ですね。ですね、今度は2回転半です。このパノバ選手 9.950 を出しますと、現在トップのベロフラージョア選手を抜くことになります。しかしこの後、10点満点を持ち点としているイグナトバ選手がいますので、さあどうなりますでしょうか。分かりませんね。さあパノバ選手の演技をほとんど見てなかったんじゃないでしょうか、イグナトバ選手は。そうですね、もう自分の一人の世界に入り込まないとなかなか自分の思い切った演技ができませんから。10点が出ました。ビアンカ・パノバ選手、このボールで2つ目の10点を出し、20点満点、優勝を決めました。さあしかし同点優勝なりますでしょうか。この後はイグ